ない曲を2時間でどこまで仕上げられるかというチャレンジ動画になりますので、綺麗な演奏ではございません。2時間でどこまで上達したか気になるなという方はぜひご覧になっていってください。それではどうぞ。チャオハングリーキャットです。ご無沙汰しております。超久しぶりのピアノ動画です。今日は練習チャレンジをやっていきたいと思います。何の曲をチャレンジするかというと、ヒント、お分かりいただけただろうか、月光です。月光の三楽章をゼロからですね、譜読みからチャレンジしていきたいと思います。所要時間は2時間でピキュン、どこまで行くかやってみたいと思います。あら、今日のタイムキーパーをワニさんにやってもらおうと思います。あら、まあ、どうして月光の三楽章を選んだかというと、私がプレイしてるわけじゃないんですけど、浮気をしてなんか悪夢から逃げるみたいなゲームがあるらしいんですけど、日本のゲームらしいんですけどね、テーマソングが聞こえてきて、それが月光の三楽章だったんですよ。なんか赤ちゃんから逃げてるところがあるんですけど、テーマソングが月光の三楽章だったんで、あ、弾こうかなと思って月光にしました。3週間ぐらいピアノに触れてません。ツイッター見てくださってる方ならご存知かもと思うんですけれども、私月の目標を最近設定しておりまして、今月の目標は確か譜読みからやるのはなんかショパンのエチュードを攻めてたんですけど、10-3別れの曲、バラードの2番だったと思うんですけど、マジで関係ない月光をやりますというタイムキーパーのワニさんがどっか行きましたね。見てました皆さん、多分落としましたね、この人落としちゃったな。じゃあタイムキーパーの魚さんに2時間見ていってもらいたいと思います。これも猫ちゃんのおもちゃなので、もしかしたら遊ばれちゃうかもしれませんが、画面割れててすいません。2時間スタートします。スタート、はい、お願いします。あ、でね、後ろでちょっと 3D プリンターロボット作ってるので、私じゃないんですけどね、動いてて音が入っちゃうんですよ。あと扇風機も回ってるので、ワンワンうるさかったらすみませんが、バケツに弾いていきたいと思います。あ、もちろん知ってる曲なので譜読みは楽かなと思います。2時間でどこまで行くか行きましょう。iPad で楽譜見てるんですけど、私音符読めない人なんで、パッと見てわからないので、書き込めたらもっと早くできるのになとか思います。日本になら楽譜あるんですけどね。あとね、私指使いがマジでわかんなくて、先生助けてって。自分でさ、指使いわかる人羨ましい。何、どうやって決めてんのみんな、教えてください。裏拍、裏拍めっちゃ好き。もうベートーベンのこういうところが私は好きです誰？おーとか最初と一緒じゃないですか、変調してるんですけど、ベートーベンやっぱそういうのが多いので、変調して同じのを絶対この人繰り返す。いいっすよね、いい変調の仕方をいつもしてらっしゃるので素敵だなと思いますわ。あ、でも私ね、上のドの位置と下のドの位置覚えたんですよ。何言ってるか分かりますか。こことここの位置を割と最近覚えた。やばくね。私のね、悪い癖、1、すぐペダルを踏む、2、早く弾いてしまう。2時間とか言われたらさ、早く弾かなきゃってなんない？早く弾かなきゃ、早く弾かなきゃって思うじゃん。ね、やっぱカメラってダメっすね。
から足がねつりそうなの、お、あの伸びないようにするためにね、あっと思って、それがすごく嫌。感度がいいんだよね、ペダルの。あ、終わりました。短いし、ちょっと繰り返す感じなんで、繰り返すってか音違うけど、不要美本当に嫌いなんですけど、先月頑張ってね、ショパンのスケルツォ第2楽章を不要美したんです。私で最初はいいんですよ。途中でさ、あの音符多すぎて、しかも変調するし、なんかもうなん、みたいな、シャープフラットうわーみたいになってて、もう読めないし、めっちゃ疲れて、本当にって考えると、やっぱりベートーベンは譜読みしやすいですね、私にとって。スケルツォの2番は多分有名なので知ってる方多いかと思いますが、この曲もいいよね、泣くよねみたいな。月光も泣くんですけど、私気持ち悪いかもしれないんですけど、音楽聴いただけで泣くんですよね。それがちょっと問題で、英雄ポロネーズを練習したことがあるんですよね。で、私は英雄も好きなんですけど、なんか軍隊ポロネーズ好きだなってその時思ってて、っていうのも多分英雄ポロネーズが人気あるから私は軍隊みたいな謎の少数派マイノリティみたいなのがあったんですけど、で軍隊を弾いてみようと思って弾いたら、もうね泣いちゃって弾けないんですよねショパンの出身地ポーランドなんですけれども、戦争の時ですね、ワルシャワが陥落した時にみんな奮い立たせようということで、ラジオ局がずっと軍隊ポロネーズを流してたっていうのがあるので、それを考えたりしちゃって、もう泣いちゃって弾けないみたいになりました。はい、戻ります。あ、びっくりした。2時間経ちました。お疲れ。2時間も同じ曲弾くことってないからさ、集中力も欠乏してるんで結構しんどいっすね。では2時間の練習の成果を見せてもらおうか。はい、チャキン。早いテンポで弾けるところ、最初とかいけるんですけど、補完とかが無理だからね。よし、落ち着いて、私落ち着いてやっていこう、やっていこうって言ったのに、お腹空きすぎてご飯食べてきました。お腹いっぱい。次こそやっていこう。Thank you.
というわけです。2時間では厳しいですね。今の私が譜読みから2時間練習した検証結果となっておりますので、あしからず。でもリストだったら楽譜見ただけでぴょん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 って弾いちゃうのかなと思うと悔しいです。古い。ここまでご視聴いただいた皆さんは、あなたの貴重な時間をいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。